アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のために一度は離れた仲間も戻り、脇を固め並み居る強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。皆様こんにちは、道楽やり茶です。令和5年10月14日、場所は大阪 MK タクシーフィールドエキスポにて、2023 X2 リーグウエスト第3節、初田防災設備ホークアイ対磯野スーパースターズの一戦が行われます。試合開始12時キックオフ予定です。現在両チームウォームアップを終えまして、その試合開始に先立ちましての最終確認に入っております。本日の MK タクシーフィールドエキスポ、やや若干曇りがあります曇天の状態ですが、幸いまだ雨は降っておらず、むしろ日差しが和らいでアメリカンフットボールに非常に適した環境になっている模様です。風の方もほとんど微風の状態でもあり、この点におきましても試合の状況を期待できる状況になっております。両チームのご紹介をさせていただきます。本日はカメラ構えておりますのがバックスタンド側になりますので、ホームチームは向かい側になります。向かい側メインスタンドに構えておりますのが、本日ホームチームという形でホームカラーブルーをまとっております初田防災設備崩壊です。近年力をつけまして、関西学生会そして関東学生の有名チームの選手が多数集いまして、昨シーズンさらにその先シーズン連続優勝を果たし、この混沌としております X の中で一つ抜きんでた形にこの存在輝かしく活躍しております。しかし入れ替え戦によりましては X1 エリアのその強敵の壁を打ち破るにはまだ至っておらず、残念ながら現時点 X2 に在籍しております。しかし今シーズン X3 は非常に大きな変革を迎えます。来季 X1、X2、X3 を含めました全てのリーグ階層におきまして大きく編成が変わります。今シーズン X2 ウエスト、X3 ウエストはその影響非常に大きく、 X2 は現在6チームありますが、そのうちの上位2チーム、 XY の昇格意思があります上位2チームが X1 に昇格できるというビッグシーズンとなりました。入れ替え戦なく上がれるという非常に大きなチャンス、ここまでその苦杯を舐めておりました初田防災設備崩壊にとっては非常に大きな年になります。その期待に応えんと現在も精力しておりますが、その初戦におきましてゴールデンファイターズにまさかの引き分けという形でそのスタートをくじく形になっておりますが、しかし未だ無敗を保ちましてこの第3節に挑んでおります。ここで X2 昇格し新進気鋭勢いあります磯野を打ち砕き、何としてもその強度その立ち位置を確保せんというところでありましょう。それに対しますのが先ほどご紹介もさせていただきました、本日はバックスタンド側アウェイユニフォームホワイトをまとっていますのが磯野スーパースターズです。その在籍地は岐阜、そして、滋賀といった形で、さらに東海方面を中心としたアメリカンフットボールの普及がままならない地域ではありますが、この地にありましてチーム一気に発起しまして、2014年に多くのチーム合併しての合同してのチームになりました。その勢いに乗じて2年で一気に X2 昇格を果たし、非常に厳しいながらもしかし奮闘しております。それもしかし福岡サンズという強敵の前に屈し、一時期 X2 にありましたが、さっき見事に入れ替え戦に勝利しましてサイドワインダーズ倒し X2 復帰を果たしました。 X2 の間に多くの人材を雇い直し、そしてチームそのものの根底を作り変えて X2 再挑戦となっています。現時点では未だ勝利を飾ってはおりませんが、この一戦一気にその優勝候補を倒し、その金星アゲンという形でこの一戦に挑みます。その一戦を多くの方々がご覧いただいております。会場にも多くの方々がお越しいただき、この一戦の結末を見んとその会場でお越しいただいております。非常に嬉しく思います。
本日の配信は X2 ウエスト6チーム、X3 ウエスト全13チーム、全19チームの合同企画によって実現しております。この企画にご賛同くださいました多くの企業様、個人様のご寄付、ご記者によりまして、この企画は成り立ちました。皆様のご厚情、大変感謝申し上げます。できる限り多くの方々にアメリカンフットボールに触れて見ていただきたいということで企画されました。この企画によりまして、この会場にお越しいただくことがかなわないご病気をお持ちの方々、ご高齢の方々、ご了承の方々、多くの方々にこの試合をご覧いただくことが可能になりました。皆様のご向上に応えられるよう、この配信も全力を尽くさせていただきたいと思います。さあ、その試合に先立ちまして、初田防災設備ホークアイによりますオープニングセレモニーが行われます。大阪箕面市にその拠点を置きます初田防災設備ホークアイ、地域に密着しながら、そしてしかし多くの選手を集めまして、その力、自力を高めております。今シーズンはビジョン、ミッション、バリューの3つのスローガンを掲げまして、多くの方々の支援を X1 昇格という形に結びつけんと、この一戦に挑みます。防災設備崩壊、ゲットイン。混沌とした X2 ウエストの中にありまして、近年非常に抜きんでた力を秘めております初田防災設備崩壊、この一戦も勝利しまして、その X1 への扉をさらに近づけんとしております。初田防災設備崩壊、さあオープニングセレモニーを終えまして、まもなく試合開始の時が近づいに、至ろうとしております。審判団フィールドより両チームの幹部招き入れまして、これより試合開始前のコイントスを行います。令和5年10月14日、場所は大阪 MK タクシーフィールドエクスポにて、2023 X ウエスト第3節、初田防災設備ホークは1対磯のスーパースターズの一戦が行われます。試合開始12時キックオフ予定です。本日はバックスタンド側からの撮影となっております。奥側に陣取りますのがホームチームとなっております初田防災設備崩壊、手前側に陣取りますアウェーチーム、ホワイトのユニフォームをまとっていますのが磯のスーパースターズです。
このコイントスにはホークアイ側からキッズチアが参加しておりまして、そのオープニングセレモニーを彩っております。初田防災設備ホークアイキックオフ、磯のスーパースターズリターンで試合が始まります。この試合は1クォーター12分の正式ゲージで行われます。両チーム互いに試合に先立っての檄を飛ばし合いまして、まもなく試合開始となります。まずは初田防災設備崩壊によりますキックオフによって試合が始まります。キックオフを務めますのは初田防災設備崩壊の、キッカー5番望月が務めます。望月は近畿大学出身のプレイヤーです。対しまして磯野はリターナーに84番16番を配置しております。16番は花木、岐阜大学出身。84番五十嵐は東北大学出身です。さあ磯野リターンに入ります。84番が右オープン疾走、さあ左切った、どこ行くか、ナイスターン。まずはリターナー84番一旦右に切り返しましたが、相手カバー厚いと見まして左にカットバック、大きく開けました左オープンを展開し、自陣45ヤード付近の攻撃位置を確保しました。ここから磯野スーパースターズの攻撃となります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行います。ボールを持っているチームが倒れるまでを持った選手が倒れるまでを1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回、4回で10ヤード前進し攻撃権更新とするか、その過程で相手陣地奥く深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。まずは磯野スーパースターズ陣47ヤードからファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新必要距離は10ヤード。さあまずは開始点から後方より一度だけできるパスプレーを狙いました。一旦ランのアクションをしまして相手を引きつけてその裏を掴んとするパスプレーでしたが、しかしこれは初田防災設備崩壊ディフェンス陣見事カバーしましてパス不成功となっています。前パスは失敗ですとボールは元の位置に戻され次の攻撃と変わります。従いまして磯野スーパースターズボールオン自陣47ヤードからセカンドダウン10、2回目の攻撃に入ります。攻撃権更新必要距離は同じく10ヤード。今度はオプションプレーをチョイスしました。オプションプレーはランニングクォーターバックが持つかランニングバックに託すかの選択プレーです。ここはクォーターバックランニングバック25番にピッチしまして託しました。25番、これに応えんと右オープン走りましたが、しかしこれもディフェンスの守り厚く原因は1ヤードとなっています。キャリアとなりました25番は宮部、北海道大学出身。磯野スーパースターズサードダウン9の状況に入ります。攻撃権更新必要距離9ヤード。さあこの1回で突破なるでしょうか。ボールオンは自身48ヤード、磯野スーパースターズサダン9。キュービーサーク、クォーターバック下がりましてここでパスを投じんとしましたが、その一瞬の隙をつきまして初田防災設備ホークアイ92番が一気に襲いかかり、キュービーサーク、パスを投じる前に仕留めました。見事 QB サックを果たしましたのはホークアイの92番の白石、神戸大学出身。
磯野、最後の攻撃権、フォーメーションを変えまして、パントを蹴ります。これを崩壊、リターン試みますが、これは磯野、ナイスカバー。しかし、終わりました時点で攻撃権変わりという形になります。ホークアイ陣、自陣25ヤードから今度は初打防災設備ホークアイの攻撃に変わります。このようにアメリカンフットボールは4回の攻撃権を駆使し、攻撃権更新を繰り返すか、一気にその過程で得点を狙います。現在時計の方、誤りがありますので一旦調整をさせていただきます。失礼いたしました。攻撃権変わりまして今度は初打防災設備ホークアイの攻撃です。自陣26ヤードからのファーストダウン10、1回目の攻撃です。攻撃権更新は同じく10ヤード。こちらもまずパスプレーから入りました。クォーターバック3番、左に展開しておりましたワイドレシーバー15番にヒッチパス、真横に近い前パスを投じまして、そこからキャッチアンドラン、約5ヤードのゲインとしています。パスキャッチをいたしましたのは15番のトンカ、立命館大学出身のプレイヤーです。フォークアイセカンドダウン5、キュービーサーク。さあここでの判定を待ちましょう。倒された時点でプレーは終了という形になりましたが、そのスーパーサーズ見事キュービーサーク成功です。こちらもそのパスを投じんとしたクォーターバック3番を見事磯野のディフェンスラインが仕留めまして、ロスを奪っております。初打防災設備崩壊サードダウン9、さあキャッチャーのラン決まりまして、初打防災設備崩壊ファースト、クォーターバック3番、プレッシャー殺到する中、これを見事なステップワークでかわしまして左に展開していたレシーバー22番にパス、22番これをキャッチしまして、そこからキャッチアンドランし攻撃権更新です。初打防災設備崩壊ファースト、見事なパスを投じましたクォーターバック3番は奥野、関西学院大学出身、22番は芦田ロイ、大阪体育大学出身です。攻撃権更新し、初打防災設備崩壊、相手陣45ヤードからファーストダウン10、パス続きます。クォーターバック3番、今度は右から切れ込んできたワイドレシーバー11番にパスを通しまして、これも約9ヤードのゲインとなっています。ワイドレシーバー11番は広吉、立命館大学出身、関西の名門校出身のプレイヤーがここで活躍しております。発作防災設備崩壊セカンドダウン残り1ヤード、ボールオンは相手陣46ヤードです。ナイスラン、ファースト、ランニングバック27番トスを受けまして右オープンに展開、ステップワーク切りましてブロッカーを生かして攻撃権更新果たしています。初打防災設備崩壊ファースト、ランニングバック21番は斉藤陸、関西学院大学出身、チームのルーキーです。初打防災設備崩壊、相手陣41ヤードからの攻撃に入ります。ファーストダウン10、ここは磯野ディフェンス陣踏ん張りました。今度はラインの力を生かした中央へのパワープレーを敢行しましたが、これは踏みとどめまして、ゲインは2ヤードほどになっております。文字通り力対力の勝負になりましたが、ここは磯野も譲りませんでした。発作防災設備崩壊、相手陣39ヤードからセカンドダウン8、
その中央へランプレー。さあ振り切れるか。まだ行っている。ナイスゲーム、ファースター。さらに中央へのランプレーをパスタボー再設備崩壊、完工しました。期待託されました22番、これに応えまして中央一気に切れ込んで攻撃権更新です。パスタボー再設備崩壊、ファースターアンテン、見事にランを決めましたのはランニング枠22番の足田ロイ、大阪体育大学出身、元エレコムで活躍しておりました X1 プレイヤーです。さあ攻撃権更新重ねまして相手陣18ヤードの位置に入りました。初打防災設備崩壊、このまま一気にエンドゾーンを落とし入れるでしょうか。崩壊、ファーストアウンテン、さあここで一気にエンドゾーン狙わんとクォーターバック3番構えました。しかしプレッシャー殺到し、なんとかこれを振りほどいてパスを投じんとしましたが、これを最終的にそのスーパースターズディフェンスラインが仕留めまして、キュービーサーク、このプレーを投じる前に仕留めました。約5ヤードほどロスを奪っています。この状況、しかしそのディフェンス陣踏みとどまっております。チャット内のメッセージありがとうございます。あ、失礼しました、スコアコントロール誤りありましたが現在は0対0です。スコア訂正をさせていただきます。トモ様、メッセージありがとうございます。さあここでプレーはスタートしています。ここでランプレーを投入しました。今度は中央のランプレーを敢行、ラニバック22番、これに応えんと一気に中央を切れ込みまして10ヤード以上のゲインとしています。ここへ来ましてラニバック22番の足田ロイを投入しています。大阪体育大学出身、映像が途切れておりますが、電波状況等もありますでしょうが、ぜひその点ご了承いただければと思います。さあサダウン2、さあここで中央のランを重ねた、判定はどうか。攻撃権更新です。崩壊、ファースター、ここでこの2ヤード着実にランプレーによりまして攻撃権更新としました。崩壊、ファーストダウンとなっています。期待に応えましたのは先ほどから活躍しておりますラニ枠22番の足田、大阪体育大学出身、さあこれによりましてファーストダウン2ゴールの状況に入りました。崩壊、相手陣7ヤードからファーストダウン2ゴール。タッチダウン、ここでクォーターバック3番、右にロールアウトしてワイドレシーバーへ84番にパス、84番、これをエンドゾーンで見事キャッチしましてタッチダウン。初打防災設備崩壊に6点が入ります。見事なタッチダウンパスを投じましたクォーターバック3番は、奥野、関西学院大学出身、取りましたワイドレシーバー84番は金岡、神戸大学出身のプレイヤーです。そしてこのキック決まりまして1点追加、初打防災設備崩壊7点、磯のスーパースターズ0点となりました。まずは初打防災設備崩壊が素晴らしいオフェンスシリーズを見事なタレント陣駆使しましてタッチダウンとし先制としております。この配信は X3 ウエスト全19チームによる合同企画によって実現しております。多くの方々にご支援ご記者いただきまして、この企画は成り立ちました。皆様のご厚情大変感謝申し上げます。残念ながら本日は若干電波状況が悪く映像の状況は安定しておりませんが、後ほどこの配信は私のカメラにあります記録版をアーカイブとして配信させていただきますので、ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。
さあここで大きなプレーが発生している。さあこのキックオフで大きなプレーが生じましたが、しかしイエローフラッグが出ています。審判団によってここでフィールド上にイエローフラッグ、黄色いウエストが伝えました。これは反則が発生していたことを意味します。さあこの反則は果たしてどちらのチームにあったのでしょうか。キッキングチームの反則です。オフサイド、ボールを蹴り出す前に選手が出ておりました。しかしこの反則は取りません。先ほどオンサイドキックを崩壊は敢行しました。短いキックを蹴り、さらに攻撃権を得ようとしたのですが、これを磯野素晴らしい対応をしまして一気にカバー、そのままキックオフリターンタッチダウンを決めました。結果的に磯野スーパースターズ、キックオフリターンタッチダウンによりまして6点獲得です。選手名は確か97番の選手だったよと思います。97番は竹内、岐阜大学出身、名古屋サイクロンズから移籍してまいりました X1 プレイヤーです。そしてトライ4ポイントのキックは、しかしこれは失敗となりました。キックは失敗となりまして6点止まりです。しかし磯野スーパースターズ6点、初打防災設備ホークは7点、タッチダウンを双方とも取り合う形でこの序盤戦が展開されております。アメリカンフットボールの得点パターンは大きく分けますと2通り、ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウン、プレスキックをゴールポスト内に蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点が入ります。しかしさらにタッチダウンはその後でもうワンプレーのボーナスがあり、ここでキックを決めると1点、エンドゾーンに持ち込むと2点さらに加点となります。これ以外の得点としては自陣のエンドゾーンで倒されるセーフティー、自殺点の2点があります。この結果アメリカンフットボールワンプレーの得点パターンは2点、3点、6点、7点、8点の5通りになります。この足し算によって構成され、引き分けが起こりにくい決着方式になっております。そして試合は得点を挙げました磯野スーパースターズのキックオフで再開となります。アメリカンフットボールはラグビーと違い、得点を挙げた側のキックオフで試合が始まります。さあその返す刀はリターンしますホークアイでしたが、ここでホイッスル、先ほどキャッチをする際のハンドシグナルがフェアキャッチと判定されました。フェアキャッチをした場合はキャッチした時点でプレー終了になります。従いまして初打防災設備ホークアイ、自陣18ヤードからの攻撃に変わります。失礼しました。キャッチした地点は自陣25ヤードだった模様です。この位置からの攻撃と変わります。さあ思わぬ形で失点を許しました初田防災設備崩壊ですが、先ほどの見事な攻撃シリーズをここでも展開することになるでしょうか。ボールオン自陣25ヤードから初田防災設備崩壊ファーストアウト、さあオフェンスラインが津波のように押し返しまして中央へのランプレーを展開します。キャリア27番、このオフェンスラインの波に乗りまして約5ヤードのゲインとしています。キャリア27番は斉藤、関西学院大学出身。初打防災設備崩壊セカンダウン5、ボールオンは自陣29ヤード。パス成功。攻撃権更新です。初打防災設備ホークアイファースター、ここでクォーターバック3番は左に展開しておりましたワイドレシーバー1番にパスを通しまして攻撃権更新としています。初打防災設備ホークアイファースター、冷静な判断で攻撃権更新を果たしました。クォーターバック3番は奥野、関西学院大学出身、取りましたワイドレシーバー1番は高野、桃山学院大学出身。
発射防災設備崩壊、自陣36ヤードからファーストダウン10。さあ前が空いている、止まるか、どこまで行くか、ビッグゲイファーストダウン。クォーターバック3番、ここで縦に一気に切り上がりました。レシーバーへパス、勢いに乗りまして11番、そのまま一気に独走、相手ディフェンスを振り切るように大きく前進を果たしています。発射防災設備崩壊ファースター、素晴らしいパスを投じましたが、クォーターバック3番奥の好調です。それを取りましたバイドレシーバー11番は広吉、立命館大学出身。さあ非常に厳しい状況になってまいりました。いつもスーパーサーズ、なんとか状況打開図らんというところですが、果たして叶いますでしょうか。失礼しました、プレーのキャッチ、プレーの捕獲を見誤っておりますが、この一瞬の隙を突きまして、発射防災設置崩壊タッチダウンを上げております。見事このタッチダウンを果たしましたのはワイドレシーバー18番、新野美、日本福祉大学出身のプレイヤーがここでタッチダウンを決めております。そしてこのトライフォーポイントも決まりまして1点追加、発射防災設備崩壊14点、磯野スーパースターズ6点となっております。この配信は X2 ウエスト、X3 ウエスト全19チームの合同企画によって実現しております。さあ着実に加点を続けております。発射防災設備のキックオフで試合再開となります。さあ磯野リターンに入る、このリターンはカバーされておりまして、結果的には自陣20ヤード付近で攻守攻撃権を得る形になります。磯野スーパースターズ自陣18ヤードからの攻撃に入ります。磯野スーパースターズファーストダウン10。さあまずランプレーから入りました。ランニバック27番、ハンドオフを託され右ホフタックルを突破、ブロッカーも生かしまして約7ヤードのゲインとしています。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして、発射防災設備崩壊14点、磯野スーパースターズ6点。まず双方タッチダウンを上げておりますが、崩壊がオフェンスで得点を加点し、状況を有利に進めております。これより双方攻守方向を入れ替えまして、第2クォーターに移ります。